中西です。いや、今日は天気がいいですね。暖かいですね。私も1週間ぶりにまた東京に出ましてですね、東京株式市場は、予想定内といいますかね、薄商いが続いていると。FOMC、イエレン議長ですね、利上げを決めたわけですけれども、その後の利上げの、スタンスといいますかね、緩和スタンスが依然として変わらないのではないかという安心感からニューヨークダウが昨晩は大きく上げてましたね。東京株式市場もそれによって上げるかと思いましたら、何はかなんや、日米金利差拡大というようなシナリオが崩れたような形で、為替がやや円高に振れたこともありまして、日経平均株価は上値の重たい展開と、このまま年度末までいきそうな感じでございます。そういう中で物色動向を見ておりますと、やはり為替に関係ない内需株、とりわけ今日の値上がり率ランキングなんか見ておりますと、スマホ関連、ゲーム関連、ボルテージ、あるいはイニシなどのですね、オンライン関連、こんなところが値上がりランキングの上位を占めていた、そんな印象ですね。また材料株という意味では、日本カーボン、再び新材料、新素材、この材料でですね、日経新聞が一面に取り上げておりましたけれども、大きく値上がりしていた。以前ご紹介した東海カーボンですけれども、日本カーボン、東海カーボン、このカーボン銘柄ですね、私は引き続き注目していきたいと。トランプ大統領が明日にもアメリカに予算教書を提出すると、議会にですね。その内容以下によりましては、やはり大きな財政負担が18アメリカ会計年度あるのではないかというようなことで、予算教書の中身が議論されるのが、来週のアメリカ市場と、そういう意味では引き続き大型株に関しましては様子見気分が強いと。新興銘柄も含めまして、中小型の材料株、引き続き注目したいと思います。